はい、どうも、ケイツね。いや、暑いね。暑い。まあ、今日軽くね。なんか、あれ、皆さんこんばんは。どうもね。ナナさんこんばんは。お母さんこんばんは。あれ溺れてる。なんですか。はい、皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。暑いわ、マジでやばいよこれ。はい、皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんはね。いいえ、軽めでね。はい、小室さんこんばんは。よろしくお願いします。皆さんね、いらっしゃい。大迫さんこんばんは。はい、藤野さんこんばんは。やばいね、今日すんごい暑い。何さんこんばんは、ね、いらっしゃいね。降ってないよ、こっち。はい、千代さんね。はい、牧さんこんばんはね、いらっしゃい。やばい、ジメッとする。すごい風ねえし、台風の後なのに。森本さんこんばんはね、よろしくお願いします。ラクさんこんばんはね、通知来た。いや、マジ暑いよ。ギャーギーおばさんですね。あー、もう、いや、もう大丈夫っていうか、もうダメ。うん、もう時間の問題。スパさんこんばんは。野口さんこんばんはね、石本さんこんばんは。いや、多分ね、今日行かないと、今日も怪しい、わかんない。うん。いや、今日も連絡あったらもうそのまま終わりだから、よろしくね、お願いします。今日昼ちょっと電話して、まあ、状態聞いてるんで、多分2、3日かなって感じだと思う。持って。なんかピンボケしてる？ヤギおばさん、だいぶ顔が変わっちゃったな。鼻を置いたらね。はい、いらっしゃい。いや、マジ暑いよ。はい、水分補給ね。今日は地元しか行けないですね、今ね。こんばんは。はい、どうもね。通知来た。あ、深さんスパチャありがとうね、どうもね。うん、そうだね。なんかピン投げしてないよ、なんか。いいか。あ、ナナさんスパチャありがとうね、どうもね。ありがとうございます、どうもね。久々だった。そう、これがギャーギーおばさんって言ってね、まあ、こう噂があるやつですね。はい、はい、こんばんはね、皆さんいらっしゃいね。ただ今日はめちゃ暑い。うん、大雨なの。うん、ありがとうね。前はね、これ逆に、あの右側にあったんだよね。移動してんだ。俺神社があったんですよ。それ取り壊してみたいなね。はい、しかしもこんばんはね、いらっしゃいね。ギャーギーおばさん。
暑い、本当にやばい、今日今日マジやばい、風はな、風があると思ったのに、ない、全く最悪。はい、こんばんね、いらっしゃいね。そっきり乗ってんね、真っ黒してるね。これがあったんだよ、あったんで壊しちゃったんだね。うん、ギャーギーおばさん、風邪や喉の病気を治してくれると伝えられてるね。風を戻す、コロナを治してくれるみたい。皆さんお祈りしましょう、コロナかからないようにって。そう、暑い、何なのこの暑さ。蒸す、すんげえ蒸すね、やばいよ、これ外行ったら。そういうことは本当半端じゃない。もうだって今5分ぐらいしかいないでしょ、もう汗ダラダラだよ。そう、風がねえんだね。扇風機しか落としねえよな。お祈りした、ペイトルさん、こんばんね。まあ、お母さん、お母さんはね、簡単に言うと、なんて言ったらいいんだろうな。この間は金曜日の時は目とか開いてたんだけど、まあ、今日現在はもう目は開かない。まあ、簡単に言うと昏睡状態。まあ話はもう既得状態だけど、合わせてくれないんですよ面会の許可が出ないんで、多分亡くなってから多分連絡あるんじゃないかなって僕は思う、推測的には。まあ早い話は、そうね、病院入院させなきゃよかったかなっていうのもあるけどね、こういうの分かってたからね。まあ、希望だったからね。はい、皆さんこんばんはね。だから今日ちょっと行っとかないとしばらく行けなくなっちゃう可能性があるんでね、急遽今日は。まあ連絡あったらちょっと終わっちゃうんだけどね、心霊を少しだけやるんですね。皆さんこんばんはね、よろしくお願いしますね。こんな感じで戻るか。お疲れ様。